こんにちは、フリースピリッツです。本日はこちらヒズファクトリーの二つ折り財布の新色をご紹介したいと思うんですけれども、まず最初にこのヒズファクトリーの二つ折り財布がどんなお財布なのかっていうのをご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらがこう一般的な二つ折りのサイズのイメージで見ていただければいいかなと思うんですけれども、ズボンの後ろポケットとかにもしっかり収まるようなサイズ感となっております。この背中にですねカードポケットがあるので、こういったところに交通系の IC カードとかを入れといていただければ、改札もこのまま通ることができますので、お財布に交通系の IC カード入れたいって方はすごく便利な構造になっているんじゃないかなと思います。そして開けていただきますと、じゃじゃん、こんな感じで、まずカード段がですね 1,2,3,4,5,6 段しっかりついております。1枚ずつ入るような設計なので、すぐに取り出したいカードが見つけられるような設計になっております。で、カードポケットのこちら小銭ポケットがない方ですね、薄い方、こちらはマルチポケットもあるので、ちょっと深めになりますので、領収書とかチケットとか、ちょっと大きめのカードとかを入れておくこともしやすいポケットとなっております。そしてこちらですね、反対側は、こんな感じで大きく開くコインポケットがついております。かなりこのボックス型なので、小銭が見やすくて、小銭が溜まりにくいようなポケットなんじゃないかなと思います。今999円で小銭大体15枚ほど入っております。そしてこちらがお札ポケットになるんですけれども、なんと真ん中に仕切りがあるので、5000円、5000円と1万円を分けたりとかして、あとはお札とレシートを分けるとか、プライベート用と仕事用とお札分けるとか、そういった感じでの使い方もしやすい、かなりこう整理整頓のできるお財布となっております。こちら今持っているのがネイビーのお色のものの少し経年変化したものとなっております。もともともっと青い雰囲気なんですけども、こんな感じですね。こういうちょっともうちょっと青っぽい雰囲気なんで、使っていくとかなりこう黒に近づくようなお色味で、使っているのがプエブロレザーなんですけども、触った感じの変化も色の変化もどっちも楽しめるので、革好きの方はもちろん、革小物初めて持つって方にもおすすめしたいレザーを使ったアイテムとなっております。そしてこのプエブロレザーのシリーズになんと新色が登場いたしまして、こちらにご用意いたしましたのでご紹介したいと思います。はい、まずこちら2色、新色でヒズファクトリーさんから出たんですけれども、1色目、じゃーん、こちらプエブロレザーのコニャックでございます。ザ・革小物っていうこの茶色のお色味なんですけれども、かなりこうプエブロレザーの質感が分かりやすいようなお色味となっております。使っていくとこう色ツヤもすごく増していくので、もっとこういい味わいも出てくるんですけれども、ちょっとカジュアルっぽい雰囲気も残るようなお色味かなと思います。こちらが新色プエブロレザーのコニャックでございます。そしてもう1色こちらでございます。じゃーん、はい、こちらがプエブロレザーのグリージョでございます。はい、こちら結構他のブランドさんでも人気のお色味グリージョなんですけれども、ちょっとグレーがかってて、使っていくとかなり茶色っぽくなっていくような、結構こう経年変化のこの差がすごく面白いお色味となっております。
最初はこう緑っぽさが強いかなと思うんですけれども、使うとかなりこう緑、グレー、ちょっとブラウンを全部が混ざったようなすごくかっこいい渋いお色にもなっていくので、経年変化を見てすごく楽しめるようなお色味でございます。ヒズファクトリーさんはカラーバリエーションもすごく多いので、自分に合ったお色味を見つけやすいんじゃないかなと思いますし、プレゼント選びもすごく楽しいブランドさんですので、ぜひ他のアイテム、二丁リザイフとかキーケースとかもチェックしてみてください。他にもクエブロレザー以外にも、2つ折りザイフならゴーストレザーって表面ロービキ加工を施したレザーの種類も何色か展開しておりますので、ぜひ商品ページからチェックしてみてください。では本日はヒズファクトリーの新色プエブロレザーのコニャックとフリージョをご紹介させていただきました。本日もご視聴いただきありがとうございました。